おはようございます。ひばらこ、はい、これでよく明けて1週目、はい、そうですね、あったかくなってきたばかりですね。まだそうですね、はい。昨日 JB はどうだったんですか？え、昨日の JB 2匹釣れました。終わってから春の、ひばらこ今回というか今シーズン初めてなんで、はい、ノーフィッシュだ、はい、教わりたいと思います。頑張って釣りたいと思います。はい、お願いします。はい、お願いします。そうすると、とりあえずまずはアイウェーバーの SSS スーパースローシンキングからいきたいと思います。僕はオーバーリアル、ちょっと派手なピンクバック。数日の水位の変動ってどんな感じなの？でも一気に上がってますね。僕あのちょっと宇都宮のイベントでちょっと3日ぐらい空けてたんですけど、それからその前からどんぐらいだろうな、かなり今日船下ろしにくいぐらい増えてたんで、多分30-40センチとか増えてんじゃないですかね。なんだあれ、どうですか？お、すいません、どうですか？いや、わかんない。魚色。下界からしたらかなり寒いですもんね。昨日、宇都宮だって29度とかって書いてありましたよ。ええー。反省でしたもん、僕ずっと。高速で途中埼玉を通った時30度。あの車の温度で30度でした。あれ、ここね、俺が唯一クランクベイトが寝かかって回収機で昨日はでもバスいた、バス本当だスクールでドバーってシャロに入ってきたりしない？あ、する時はあります。する時はあの、トンネル下とかはそういう感じ。こっちは単発でこうポロッポロッっていうのが、そうですね、僕はもうめっちゃ早巻きで、早巻きで必ずボートギアで一回止める、ボートギアまで追わせて、でここら辺でガンって持っていくんで、僕あんまジャークとかこの、まあ、トゥイッチ入れたりすると結構なんかバレやすいんで、しっかり止めて食わしたくて、この早巻きでスイッチ入れて追わせてここら辺でいつも食ってくるんですけど、あともういい時はもう早く巻いてる時にも追っかけてきてドンって持っていく。もう最近あれです、クランクベイトとか止めちゃうね、下に疲れるから俺自身ガーって巻いて、ここから手首返してギューとか大変だから止めてポンプアップする最後特にディープクランク僕8ポンドです。へえ。まあ多分太い、真似しない方がいいかもしれない標準はまあ0.06とか、まあ、ぐらいにまあ5ポンドとか4ポンドとかがベストだと思うんですけど、うん、いろんな釣りに使えるみたいな、例えばまあ虫投げたいな、ちょうちん多分、まあ、竿がそんなに増やさなくていいし、でも全然太いラインでも全然食ってくるんで、別にこう、ね、食わせっていうか、なんかこうリアクション的な感じで早巻きして釣ってるんで、あんまりラインの太さってのはあんまり意識してない。入られちゃったから抜かれちゃってるかもしれないですね。そうっす、ずっと入れ替わり
ずっと入ってくる。へえ。だ多分朝からずっと多分いたじゃないですか。今ちょっとプレッシャーで抜けてるかもしれないですけど、またどんどん入ってくる。で入って起き出るやつがこのチャンネルの中に入ってるって待ってるやつもいれば、そこの岬についてるやつもいるし。腐ったウィードがありますね、これめっちゃ。ビーバー31、フットボールヘッド 10g。 ミノストとか流行ってますよね、なんか最近。あ、食った食った。あ、抜けた。食った。今聞こえました、聞こえました、聞こえました。いますいます、大丈夫です。ほら、ワームなくなりました。ワームだけ持ってきました。食ったフットボール食うマジか。ちょっとワームでかくした方がいいっすね、これ。3.5 にしよう。ケツだけ持って帰りました、これカーリーだけ食い上がりました今年初めてびっくりしましたフットボールで当たったからしまけ遊ぶ気満々になってきちゃった。 3.7 にフットボールヘッド、ハリチーズハリチーズどうしても買いたくなかったワカサギもなんか見えないし、バスも見えないし、まあ、今まだ早い。潮回りはある。ワカサギ。はい。ワカサギ潮回りはある。潮回りってなんですか。オーシャンの方がちょっと動いて。いや、そういう感じじゃなくて、もうなんか一回ワカサギこっち入ってきちゃうと、もうずっとそこ登ろうとしてずっといるんですよね。ここについてるんです。そこの中に。結構ボトムに。うん、ゴロゴロした石がいっぱいあるんですけど、そういうとこに当てる感じで狙って流してます。目黒もキャンプ場やってるんですよ。へえー、食った食った。よっしゃ、でけえ、でけえぞこれ。これでかい、でかいでかいでかい。あー違う、そんなでかくない。あ、でもいいっすね。よっしゃ、はい、よっしゃー、でかいっすね。やったー、いいねー、やったやっと来た。ちょっと早巻きいいっすよね。なんか魚がこう本気で食ってくる感じが今日ないので、早巻きでこうリアクションでボトムに当てて、したらゴンって入ってきましたね。すげえこれやべ、めっちゃいますよこれ。これすっごい、あれすっごいうわ、濁いがすごい。お、出た。食いました、食いました。うわ、持ってかれた。やっぱいますよね、ここ。なんなんですかね、ショートバイトなんですかね。いや、はい、完全によそ見してたけど目、濁いめっちゃ、濁いめっちゃ下がる、ジョーッって出た食った、あー食った、あー食った今お食った、あー食った。食い浅いんですかね。食った、あ、ちげえちげえ。よそ見してたら食ったのかと思ってずっと一味の見ながら巻いてたら、あれお、来た。おーし、
サイズいいですか。いや、かわいい。かわいいけど。かわいいけど。まあまあ。はい。いや、あ、かわいいですね。よし。イエーイ。イエーイ。かわいいけど。HP の 3. 何インチですか。うん、3.1。3.1。おお、もう皮一枚だね。本当ですね。危なかった。釣れたのは HP ミノーピンクのね、半分ピンクで半分クリア。ちょっとラメイ。で、フックセッティングはですね、フォグショットの4番をまあ、通し出し縫い出しして、今はもう取れちゃったんですけど、愛に。ナイロンのガードスムラバのガードで使うようなのを刺して飛べてました。で、まあ、風が後ろから吹いてたんで追い風でちょっと距離出して投げて、で今ねまっすぐ投げてたんでちょっとラインと重なってルアーよく見えなかったんですけど、まあね、ラインがまっすぐだったんで当たりがツンと入ってバイト自体はちょっと分かんなかったんですけど、手元にドーンと入って合わせたらバスでした。はい、絶対下にはいますよね。いやお、来た来た、聞くか。アイウェーバーと HP ミノ来てません？これ僕のやつ脇横ついてますよね。結構あいつ浮いてる、うん、浮いてますね、うん、これ HP ミノ HP ショットテール 2.5 で多分空系のやつかもしれない。よっしゃ、やっぱ食った。ちっちゃいけど、うお、よし、かわいいけど、サイトで HP シャットテールのイモチューンですね。フォールが完全エビっぽくなるので、もう多分完全エビだと思ってばっくり食ってます。だいたいこれ入れれば一撃。今こう頭側がこっちでテールがこっちなんですけど、飛距離出したいときはまあこっちに重心があるので逆に刺してもいいんですけど、僕はどっちかっていうと普通にこう頭側に刺してフォールさせた方がこう水平に落ちていくんで、こっち側に針を刺しちゃうとどうしても頭側からフォールしていくんで水平に落としたいんで、普通に頭にちょんがけですね、で、まあ、フォールでっていく感じなんですけど、大体もうバスの進行方向、泳いでいく方向の、まあ、2メートルぐらい先に投げてフォールさせればほとんど一撃で釣れるテクニックなので、ぜひ皆さん真似してみてください。ですね、カットしてもらえればまさにエビっぽいアクションが出せるので、本当これは多分サイト最強ですね。食った、食いました。でかい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 。
多分でかい、多分でかい、多分でかい。あ、やばいやばい、巻かれる。やっと食った。お、やばい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 。これかなりでかいです、多分。やばいやばいやばい、やばいやばいやばい、めっちゃでかい。やっと食った。いるの分かったんですけど、背びれ何回か見えて、やばいやばい、でけでけ。うわ、いやこれバスかな。めっちゃ引くっすよ。やばいやばいやばい、やばいやばい、巻かれる。やばいな、これ、これやばい。これ多分バスだったら50超えてるっすよ。いや、出るの、これ。はい、出るの。めっちゃでかいっす、めっちゃでかいっす。うわ、やべやべ、動かない。出てきた、出てきた。いや、超でかい。やばいやばい、やばいな、こいつめっちゃ引くっすよ。でけでけ、あ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 、やばいやばい、あ、やばい、擦られてる。え、下入っちゃった。やばいやばい、出た出た出た、やばいやばい。抜けた、よかった。パープル、パープル、パープルですか。超でけえ、超でかい。おー、でけえ。バスですか、わかんない。バスだ、バス、完全バス。ゴジアップだ。あれ、バスじゃない。うわ、でけえ、超でけえ、こいつでけえ、超でかい、でけえ、超でかい。イワナっすね。腕がもう疲れた。100% ゴジアップだと思った。ガッツリ。うわあ、すげえ、でけえ、これ。何これ、これでかい、やばくないですか、これ。イワナだね。すげえイワナ、これ、こんなイワナ見たことないっす、こんなイワナ見たことない。HP シャット 2.5。エビ味噌ブラックです。これやばい。わ、食った。よっしゃ。食った、やっと。よっしゃ。よっしゃ。すみません。やっと表層出ましたね。おお。抜いちゃうっす。よっしゃ、ドライブショット 3.5 ですね。 O、 P で、 P 0.8 で、リーダーちょっと8ポンド、ちょっと太、強めのセッティングですけど、やっと来ましたね。もうほんと水面直下、ちょっと波紋立てて、こんぐらいです。ちょっと厳しかったっす、ね、そうですね。ただバイトはいいとこに入るといっぱいあって、はい、まあ楽しかった。はい、イワナが、そうですね、イワナ、ね、めちゃくちゃでかかったですね。あんなの見たことないし、僕も見たことないです、あんなのは。2ポンド、2ポンド、2ポンド。よし、よし、前ラミノですね、ハミドストで。前ラミノの小さい方ですね、のミドストで。
あそこにワスっぽいのがいるなと思ってよそ見してたら食いましたそんなもんですね。釣られる、釣られちゃった釣られちゃった基本春の、まあ、プリスポーンというかの魚に対してミドストで中層に浮いてる魚を釣るのに、まあ、ミドストで使うんですけど、まあ、これかあと HP シャトテールの 2.5 インチのミドストを、まあ、いつもガイドとか試合でもよく使うんですけど、まあ、前ラミノは JB では使えないんで HP シャトテールをその時はメインで使ってますね。いつも動かし方ですよね。こうしっかり、まあ、ロールさせて、まあ、キラキラさせて、まあ、魚引っ張ってこれるんで、まあ、中にこのキラキラした、まあ、マイラーですか、入っているので、まあ、フラッシングの効果がすごい高いので結構こう遠くから遠くのスモールにもキラキラさせて、まあ、アピールして寄せる力は結構あると思うんで、終わり。クワを入れた瞬間、おお来た来た来た。よし。来た来た来た。よし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 よ寝坊の時間じゃない。ほんとかよ、そんタイミングになるか。クッと食いました。よっしゃ、うん、やっと来たよいしょ、よし、ハイカット、腹パンパンっすねこれ。プリスポーンお気に入りのルルワカサギ DR サスペンド持ってこないで春の桧原湖に来た人は何しに来たのっていう感じですよね。完全やべえ、いたよかった。今日だ。今日、はい。本当だ、今日だ。なんだよこれ。今日だ。やばい。すげえ。すごい、信じらんない。うわー
お。あ、違うんですか。びっくりした。釣れたのかと思う。でかいでしょ。食った。でかい。サイトで一発っす。はい。しゃ。やべやべやべ。やべやべやべ。綺麗に食ったっす。めっちゃバンク見てて、うん、あ、上がってみましょう。おー、やばいやばいやばい。よっしゃよっしゃ、よいしょ。一投目でよし、 HP サイトですね。やった、めっちゃ気持ちよかった今。まあ、よし来たー。やりましたね。外れた。超パンパン。最後出ましたね。最後の最後。はい。パンパンですねこれ。そうですね。はい。ハイカットで。魚一斉に天気変わって刺してきて、まあ、見えてるのもいたんですけど釣れなくて、はい、その一段下ですね、ハイカットジャックさせて止めてっていうちょっと短い距離でやったら、はい、下の方でブレークの下かな、シャルの下でドンと飛びました。はい。ナイスフィッシュです。はい、ということで、はい、ヒマラゴ2日間、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ね、最後こんな氷も降って、ね、僕に変わった途端とんでもない氷、とんでもない氷が降りましたと、はい、いうことで、はい、まあね、はい、反応はまあね、いっぱいは釣れなかったですけど、はい、反応、ね、いっぱいあって、はい、いい魚も取れて、そうですね、うん、はい、クアもいろいろ使えたんで、はい、楽しかったと思います。はい、はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。緊張するな。よし。